どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。本日の日朝感想、2017年1月15日分の放送の感想を言ってまいりたいと思います。まずは動物戦隊ジュゴジャンの感想から参りましょう。第45話、溶けた封印、2017年1月15日分の放送でございます。デスガリアンの反応をキャッチしたヤマトくんたちは、獣王キューブに乗り、デスガリアンたちに立ち向かいますが、なんと、獣王キング内に、アザルドが乱入してきます。そして、アザルドが暴れてしまったせいで、獣王キングオクトパスと獣王ワイルドがぶつかってしまいます。コクピット内を降りたヤマトくんたちは、アザルドがバドを狙っていることに気づき、バドを探し始めます。そして、ヤマトくんとアムちゃんが二人きりで探しているところ、アムちゃんはヤマトくんの過去を聞こうとします。一方、ヤマトくん、アムちゃん以外のメンバーは、ラリーさんにアザルドのことに関して聞いておりました。一方、バドはアザルドと遭遇し、戦うことになります。そんな中、ヤマトくんたちも駆けつけます。全員で獣王者に変身し、アザルドに立ち向かいます。ヤマトくんたちは一度アザルドを倒し、アザルドに取り込まれていた獣王キューブを取り返します。しかし、アザルドはすぐに蘇ってしまいます。アザルドとの戦いに苦戦する中、バドはヤマトくんの獣王チェンジガンを使って、アザルドに攻撃します。しかし、その攻撃の影響により、アザルドは真の姿になりました。真の姿になったアザルドは、ヤマトくんたちに圧倒的強さを見せつけます。これによりヤマトくんたちは倒れ込んでしまいます。今回のお話はここまでとなっております。次回、アザルドとの最終決戦に挑みます。次回もお楽しみに。続いて、仮面ライダーエクゼイドの感想に参りましょう。第14話、We Are 仮面ライダー、2017年1月15日分の放送でございます。前回のお話の引き続きとなっております。M 君は、マイティブラザーズ WX の影響で、二人に分裂してしまいます。しかしその後、ゲンムとバグスターに逃げられてしまいます。その後、M 君はヒーロー君に対して、白川さんが癌を患っているので、M 君はヒーロー君に癌の手術をお願いするように言いました。その後、ヒーロー君は、白川さんの元を訪ね、癌の手術をすることに。その間に M 君は仮面ライダーに変身し、バグスターとの戦いに挑みます。そんな中、ダンさんが乱入し、ダンさんは仮面ライダーゲンムに変身し、M 君に襲いかかってきます。M 君は仕方がないので、マイティブラザーズ WX を使って仮面ライダーエグゼイドをダブルアクションゲーマーレベル WX に変身します。そして M 君は必殺技であるマイティダブルクリティカルストライクで、見事魔法使いのバグスターを打ち倒します。しかしゲームには逃げられてしまいます。しかし M 君がマイティブラザーズ WX を使った後、頭に激痛が走り倒れ込んでしまいます。そんな中、それを見ていたタイガくんが、M くんに近づき、M くんの血液を採取します。その後、ヒーローくんの手術は成功いたします。これにより、白川さんを救うことができました。そして、その後、タイガくんは、M くんの血液を調べると、なんと M くんがゲーム病にかかっていることが明らかに。次回、パラドが仮面ライダーに変身いたします。次回もお楽しみに。続いて、魔法使いプリキュアの完成参りましょう。第48話、終わりなき混沌、デウスマストの世界、2017年1月15日分の放送でございます。では、文章の方読んでいきましょう。外の様子がなんだかおかしい。なし魔法界なのに、ペガサスや魔法の宝器で飛んでいる人がいる。なのに、誰も違和感を感じていない。なし魔法界と魔法界が混ざり合っている。もしかしてこれが混沌の世界。なぜこんなことに。母ちゃんはこの混沌がどんどん広がっているのを残されたマザーラパーパの心がそれを必死で食い止めてくれていることを感じている。未来たちは急いで校長先生のもとへ向かい、この状況を説明する。そんな中、母ちゃんの前にぼんやりと光るリンクルスマホが浮かんで、マザーラパーパが残したメッセージが聞こえてきた。今回のお話は、なし魔法界と魔法界が混ざり合った世界に関するお話です。未来ちゃんたちがクラスメイトと会話をした後、未来ちゃんたちは魔法学校に向かいます。未来ちゃんたちは今の状況の世界を校長先生に伝えます。その後、はーちゃんはリンクルス魔法を使ってマザーラパーパのメッセージを聞きます。どうやらマザーラパーパによると、デウスマストは一度太陽に封じ込めたのですが、
封印が解けてしまい、デウスマストは徐々に太陽を飲み込んでいったみたいです。そして校長先生からとある事実を聞かれます。なんと混ざり合ったナシ魔法界と魔法界。これがデウスマストの影響となると、デウスマストを倒したとき、二つの世界は遠くかけ離れてしまうことを校長先生は言います。その後、未来ちゃんたちはデウスマストとの最終決戦に挑みます。未来ちゃんたちは魔法使いプリキュアに変身し、デウスマストに立ち向かいます。ちなみに未来ちゃんとリコちゃんはダイヤスタイルに変身しております。未来ちゃんたちがデウスマストと戦っている中、なんとリンクルストーンの妖精からとんでもない事実が明らかに。なんとリンクルストーンはマザーラパーバが残した結晶体であることが明らかに。これでようやくリンクルストーンの事実が明らかになりましたね。そしてリンクルストーンの妖精であるダイヤとエメラルドが認めるというと、ついにレインボーキャレッジの太陽の魔法陣が完成いたしました。今回のお話はここまでとなっております。次回いよいよデウスマストとの最後の戦いに挑みます。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画を楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。